ー観光ツアー警察署から下水で戻るよイエーイカン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 。ということで前回電気マッサージを行ったね、黒丸工芸者先輩がね、見るも無残な姿になってしまって、ね、なんとかね、エスカレーターじゃない、エレベーターの方にね、持っていこうかなーなんていうふうに思ったりもしたんですけれども、まあ、残念ながらね、彼そこから動きたくないよーということでね、まあ電気マッサージを受けて、本当にもう、肉のかけらもねえわっていう状態だね。これまあ、もしかしたらロケラン以外でぶっ飛ばしてたら、なんかあれなのかもしれないけど、肉のかけらはいっぱいあったわ、ごめん。なんかもう見るも無残な姿になっちゃってるっていう、そんな感じでございますね。はい。で、まあ、前回のね、彼のね、世にも奇妙な物語を見たいっていう方はですね、ぜひね、前回動画をね、ご覧いただけたら。ストップ!ストップ!え?ストップ!季節が違いすぎて、もう全然曲があれだね、あれなんだけど。いなくなってたよ。まあまあ、彼もね、やっぱり元の場所で眠りたいよって。これで戻ったらどこに移動してるんだろうね。気になるという方は、ぜひご自身で、プレイをしてみていただけたらと思います。完全に消えてたね。消えてなくなってたわ。いやー、怖い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 。で、まずとりあえずカチャコンと開けて、はめはめ。したら、サープレッサー。でも、これ、でももう拾ってももういらないもんね。とりあえず合体できそうな。合体!チャキーンってことで。まあ、ここら辺のね、ツアーに関してはね、もういろいろね、あれですよ。皆さんをね、お届けする。皆さんにツアーをお届けするためにいろいろとこういうので仕込まれているんですよ。準備仕込んでるんですよ。っていうね、ご案内をね、こうして差し上げたというところでございます。で、まあ、次はね、最後じゃない、次のね、ところにね、向かってまいりたいというふうに思います。ということで、まあ、ここでね、いろいろ休憩室ということでね、まあ、重いもの毎日運んでたら大変ですよ。疲れますよ、旦那というところでございますんで、まあ、そこら辺はね、もう一切ガサ気にしないで、ここをね、ポーンと開けておき。そっか、ここ開けずに、下ポーンって進んで、そんなことはないわ、そんなことはないわな。いや、最後のね、そのくる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 開けるところが一体どこから行ったらいいざんすかね。あそこ、この下とかに行くのか。痛い、誰に会いたい、なんでそんなにあなたは足の色こねてるの、足がちぎれてるの、バヨ。犯人は私です。完全に今骨が飛び出てましたね。はい、骨が飛び出てたということはもう仕方がないということで、飛び出る骨が悪いということで、はい。じゃあ行きましょう。こっちの方に行くと、なんか敵が復活したり、ラジバンダリしてたりしないかね。稲下げだね。あっちにはいるかな。いないそうだね。じゃあこっちに行きましょう。すごいなんか今日は捜査官が悪い日な感じが、しなくもなくもない。すごい太ってたね。うん。じゃあ、早速ですけど、に会いに行きましょう。目玉やじをご自身のこと目玉やじとは言わないかもしれないけどね。うん。まあここにねたくさんのカエルなんかがね購入されてたりとかねしてるんだけどね。まあそんなことも気にしないでとりあえずこっちの方に向かってたら何かつかんだろうということで。はーい、じゃあまずはアイテム整理、していきましょう。どこからどこからどこから。これとあとまあ別にいらないかなー。特に必要なのはないかな。そうだね。じゃあこっち行きましょうか。ということで、前回の、これは私、毎回見ないとわからない。ルークはナイトと同じ壁面だったはずだ。ルークとナイト。うん。で、ビショップとクイーンは隣じゃなかった。ってことは、クイーンは、ここですね。違う。クイーンこいつですね。はい。で、そうすると、で、隣り合っていたってことは、ルークとナイトは一緒。で、最後、こいつですね。はい。これで、カチャンと、赤。こういうの苦手なのよ、ね。あれおかしいな。あれおかしいな。てビショップとクイーンは隣じゃなかった。あは。また、こいつと、こいつが逆なのか。ビショップとクイーンは隣。ちょっと待って。待ってね。クイーンとルークは向かい合っていた。で、ルークはナイトと同じ壁面だったはずだ。ああ、なんだ。ごめんなさい。バカ丸出しだったね。だから、こちら。こいつが、違う。あれ?こう?ってこと?違ったらもう終わりなんだけど。あったね。よかった。もうバカ丸出しじゃないですか。そんなでよくツアーガイドができんなと思った方大正解。頑張ってシェリー。許してやろう。もう少し。俺はバカなんだ。
さあ、ということで進んでいきましょうか。ツアーガイドで、ね、早速開始なんですけれども、ここね、ゴミ置き場ということでね、ゴミ置き場がね、すぐね、この横の壁の向こう側にいるにもかかわらずですね、こんなところにゴミがたくさん捨ててあるということで、ね、本来のゴミ置き場とは一体何ぞやということでね、はい、まあ、そんな捨てきれないほどのね、ゴミがね、たくさん置いてあるのかということなんですけどね、後で開けてみたら、開けてみ、びっくり玉手箱ということなんですけど、ウェイスディスプローストラーということでね、たくさんのゴミがね、あのね、まだまだね、置くスペースがたくさんあるんですよね、ということなので、多分ね、ここはね、あのゴミ置き場にね、ゴミを置く前にね、力尽きていった人たちの、ね、たくさんの集まりがいるんじゃないかということでございますね。はい、でもこんなところに入っているね、ハーブをね、あの容赦なくね、むしゃむしゃ食べようとしているね、このね、あのやっぱゴリラ兼女子大生というのがね、やっぱりね、たくさんね、いるってこと、たくさんいないよね、一人しかいないよね、一匹しかいないよね、はい、一匹なのか一頭なのか、一匹なのか一頭なのかよくわかんないけどね、はい。で、ここになぜかね、発電所ということで、ね、発電所がたくさんあるということで、発電所もたくさんないよ、一個だよ、はい、一個なんで、とりあえずね、ポコ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 やっていきましょうか。とりあえず適当にピンってやったら、あー、残念でした、無意味でしたということで、ね、あ、じゃあ間違えた、これでピンってやったらね、はい、これでなんとかピンって開くんで、はい、じゃあ、1個戻っていきましょうということでございますね。はい、で、こっちの方に戻ろうと思うとですね、あの、おい、来たろうということでね、おじさんがね、登場しないということで、はい、燃やしていきましょう。どんどん燃やすよ、ズンズズン。はい、で、どんどん燃やそうとすると、はい、あのダメージを受けすぎたかゆえにですね、結果的にね、あ、こっちからね、あ、おじさんが登場するよって、おい、よくもお前、わしのことを焦がしてくれたら、妖怪退場しようと思ってたのに、貴様が妖怪ではないかって言って、黙れ、この妖怪やろうということで、はい、早速燃やしていきましょう。おりゃー。力尽きないだと力尽きないだと貴様、強いな。おー、燃えるやっぱり生きてたのに。てか、普通にここで戦うことが正しいのかどうかっていうのがちょっとわからない。どうということで、はい、力尽きているのかどうかっていうことですね。はい、全然向かってくる気配が見当たらないんですけど、そんなことあるんですよ。いや、たくさん戦ってきたんですけども、彼とはね、彼とはテッケイチャイチャウフフをしてきたんですけども、全然向かってくる気配が見当たらないということで、どういうことか、走るか、はい、ということで、今のうちにパーキースイッチを押すと、いろいろとボッキーする。あー、飛び降りた。うわー、痛い。あの、一個ミスったなと思うのはね、あのね、彼が倒れてる間に、今度はダメージを与えて、スイッチを押すことによって、あの、帰っていくっていうことが、本来の正しい成功法なんですけど、正しいと書いて成功法なんだけど、完全にこっち向かってこようとしている。寝てておやすみ。さよなら。サプライズプレゼント、はい、もうあのね、完全にね、どんなプレゼントされるかっていうのが分かりきっている状態なんでね、はい、さあ、サプライズとは一体何ぞやっていうところなんですけど、ゆっくり、これがケーブルカーでございます。あらせのね、テーブルに繋がっているというだけのケーブルカーっていうところですね。はい、おっちゃ、刺さって、登ろうと思ったか、落ちる、ヒューネン。はあ、で、ご都合主義で、鉄パイプ等々がいろいろ重なって、先に進むというか元に戻ることができるようになっているということでございます。ごめんね、ミシェリー、待たせちゃってということなんですけれども、まあ、ここが果たしてね、一体どういうものなのかって、私ね、あのね、偉そうにね、バイオハザード好きなんですよとか言っておきながらね、ナンバリングタイトルのね、感じのバイオハザード2はやったことがないということでね、しっかりと見たこともないので、これが果たしてここ下を覗いた時に、ね、そのバイオハザード2につながるものなのかどうかというところでね、で、これよくよく見ると、こっちの方は底が見えてるから、こっちの方もよくよく見たら底がないですね。なかったですね。はい、残念でしたということで、はい、仕方ありませんので、はい、まあ、こんな感じでね、さらっと行っちゃったということで、はい、じゃあ、登っていきましょう。死んぜようということで、こっちでございます。たた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 、お待たせ、こっちに行かないで、行こうと思ったけど、こっちには戻ることができない。完全に、扉が歪んでしまって、誰かのせいで歪んで、こっちに戻ることはできません。歪んで、それはメガレンジャー。サーフィンしようぜ、ヘイヘイヘイ。クソみたいなお三人さん。完全なる囚人。シェリー、マイラー、ソスイート、エリー。寒いな。しかし、全然プルプル揺れないな。めちゃめちゃプルプル売れる20歳をね、RE4 という作品で知ってるって、皆さんご存知ですねえ。まあでも、アニマ、おめめが言ってる。何をしてるの、つづりやったな、ウィエス、注意しちゃったな、ブチブチしたな、Help me、助けに来たの、緊急所に行ったら、もしかしたら救えるかもしれないということでございますね。母親でしょ、こっちに来なさい。うわ、めっちゃ見てるわ、こっち見てるわ、なんかもう左目だけがなんかもう、おい、ヒデポヨシみたいな状態になってきてるけど、大丈夫かな。これ以上話しても無駄だ。まあ、これ以上話しても無駄だってことで、これあれじゃないですか、もともと最初に行ってた部屋、治療できるかもしれない、これね、研究所で、この部屋もしかしてあそこかもしれない、ねえ、
まあ一旦ケーブルで行ってしまったら、まあ元にね、こちらのね、下水中に戻ることはできない。ママってことで、ママはもう、あなたのママじゃないの。時間がないの。大勢の命がかかってるって、大勢の命がかかってると言いながらですね、娘一人の安否を気にかけているというところが、やっぱりね、母親の部分が残っているのかもしれないですね。やっぱ、あの、数万人の命よりも、あなた一人の命の方が大事なのよって言うけどね。皆さんならどうですかね、自分の子供と数万人の命だったらどっちを引き換えにするか。じゃないの、うん、大丈夫よ、私が助けてあげるから。明言はできないね。まあもう心の中では答え決まってるけど、どっちかっていうことは明言することはできないですね。はい、まあそういうことっすよ、そういうことっすよ。ありがとうということで、じゃあ行きましょうか。さあ、ここのね、ゴミ置き場もね、よくよく見るとまだまだスペースがたくさん空いているということなので、誰だよ、冷蔵庫こんなところに突っ込んだバカタレがーってね。でもこのなんか冷蔵庫の作りをちらっと見ていると、バイオセブンに出てきたりとか、バイオエイトに、じゃあバイオセブンか、バイオセブンのさ、あのエンドオブゾイとかさ、それから本編にものトレーラーの中とかに出てきたような、あの、あるという全く似てるかもしれないですね。もしかしたら本、あの、それ、そのものかもしれないですね。はい。ということで、じゃあこっち向かっていきましょうか。仕方ないね。ゴミはゴミ、ゴミって。これあれじゃないですか？これがバコンと落ちてるっていうのはさ、もしかしたらあれじゃない？上からさ、このね、あの、エイダ姉さんがね、あそこから落ちてきたのかもしれない。エイダ姉さんが落ちてきた後にシリーもそこに迷い込んでしまって、あれは女スパイよって言って降りてきたなと思ったら、実はもうエイダ姉さんもレオに救われた後だったから、あれおかしいな、いないぞーってなっているという、なんかすごいブル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 って。こっち行けたりする？いけなくなってる。なんでだよ。さあ、ということで、ね、デカパイとね、チッパイがね、あの、重なっているということでね、さあ、どっちの方が女としての魅力がアップしているだろうというと。さあ、あ、じゃあ、引っかかってる。超引っかかってる。ねえ、もう本当に顔痛めて羨ましいぞ。そこ、どけか悪い。どけってきてる。これ、はい。でも、全然揺れないんだよ。全然プラプラ揺れてる。なんなら揺れてるのせいぜい、シェリーの左腕くらいなんですよね。うん、プル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 揺れてるのね。うん。ああ、まあ、一応あれだね。あと、なんか、荒の方向にペンダントが揺れたりとかしてるけど、ね、そしてゾンビの死体がなくなっている。なぜだね。なぜだ、おかしいな。あれれ、おかしいぞという、まあ、そんなことを言いながら、はい、こっちの方向かっていきましょう。あ、でも、ギリ揺れてる。ギリ揺れてる。ケーブルカーよ。ギリ揺れてるけど分かりにくいよね。やっぱもうちょっとあのスタイリッシュにさ、あの、やっぱりあのプリンのプルプルくらいの感じでプルン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 してるっていうくらいのさ、方がいいなぁなんて思ったりするんですけどね。いやー、まあ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 、そんなこと言いながらね、えい、こっちに。手を下ろして、女の子、小さい女の子と、二人きりの部屋でやることとは一つ。そう、もうちょっと研究所へ行こう。健全大丈夫だから。研究所見学、いわゆる社会科見学ってやつですね。まあ社会科見学でね、いろんなね、あの職業を体験することができるのってコーナーがあったりしたのがすごく楽しかったけどね。はい。これはもう戻れないかもということなんで、あれ？ああ、こっちはいけるね。はい。じゃあ、あの、燃えても大丈夫なので消火器を。あっちー！あっちー！燃える！ちなみにここ本当に何もない、戻れないかもって言ってるけど、プラグは別にいいでしょ？プラグはいいとして、こっち進むこともできない。中層、上層、下層。まあ僕みたいな人間を下層と言ったりするんですけどね。うん、誰が下層や。最下層、特にここにもアイテムないというと。じゃあ、行っちゃいましょうか。はい。これはなんだ？ここにも棚があるのか。で、このままほったらかしにしすぎると、あれですね。後ろの人間が、おい来たろって言いながら目玉を大きくして追っかけてくるかもしれないということですね。こっちのレバーは意味があるのか。はい。まあ、あの、ケーブルカー内をね、こうやってね、くまなく探しているんですけれども、残念ながらね、あの、あそこで変異仕掛けている女の子をぶちのめすことはできる。で、ここのモニターなんかも見るとね、はい。まあ、あの、ちょっと前、半年弱くらい前かな、高校生がね、車掌のふりしてね、あの、電車、JR の電車に乗り込んでね、こちらはネスト運転手が全然気づかないで、そのまま乗せるみたいな事件があったりしましたね。しばらくお待ちください。特定のさ、その車掌でバレッタインっていうのがさ、どれだけ成功のやつを作ったのか、その見る人がポンコツだったのかっていうところですよね。はい。ということで、だいぶお花が詰まってまいりましたんで、次のセーブポイントまで行きましたら、一旦お花をね、あの、はい。一旦ね、区切らせて、次のパートでまた楽しませて、楽しんでいただきたいなというふうに思います。幸運の、そしてお前そのジャケット行ってどっから持ってきたんや。お前今まで真っ裸やなったやないか。うん、ねえ、残念ながらね、
持ってないジャケットがね、シェリーは一人でちゃんとやってた。てい私があなたを巻き込んじゃった。やっぱりバイオハザードはホラーだったということで、物理的ホラー、あの霊体現象が起こるわけじゃなくて、ね、もう単なるね、あの物理的ホラーだった。そうなの？本当に目が怖いよね。どうして？ギラギラ、ギラギラ怖い。ああ、これはもういらないや。ママにもらったの。ウロボロスだもの。去年の誕生日に。このウロボロスっていうのがね、まあ、とある作品でね、またね、猛威を振るうとは。一緒にいてくれればそれでよかったのに。まさか彼が関わってくるとは。おのれ。ねえ、あなたのママは仕事が忙しいみたいだけど。まあ、仕事が忙しいってのはあるけどね。まあ、ここにすらね、毎日毎日仕事忙しいっすよ。シェリー、やっぱりね、あの娘と二人で過ごす時間っていうのは大事だからね。もうそこを切り替えてやっていく。もう少し頑張って。まあ、一流のね、社会人としてはあると思うんですよね。しなきゃいけないところとかって私がついてるからどうかっていうところだよね。大丈夫よ、まあ、指をポップポップって鳴らしながら言うことじゃないのかもしれないけどね。はい、ということでたどり着きました研究所編でございますね。まずは上の方から行きましょう。さあ、私たちはなんて長い道を越えてきたんでしょうね。先を見てみると、ああ、お先真っ暗、全く前を見ることができないということでございますね。でここでなぜかね、あのアイテムボックスを開くことができる。こんなところにアイテムボックス設置していて何なんだったんだということですね。まあ多分おそらくレオン編で使うのではなかろうかというところでございますね。はい、ということで、まあこちらの方でね、あのギリギリね、接着でこんなギリギリ大丈夫なのかっていうくらいね、まあケーブルカーだからそんなスピードも出てないということで、おそらく許されるんだろうということでございますね。はい、まあいろいろとね、見て回りたいなというところあるんですけれども、まあとりあえずね、あのこの緊急所の中に入るためにね、あのオープンセサミをするところが結構時間がかかるということでございますので、まずはね、こっちでオープンセサミとやっておいて、こちらの方にまた戻っていきましょうか。はい、テク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 テたりとかっていうのがこの中にたくさん詰められているという、そんな感じでございますね。はい、ということで、こちらの方進んでいくとですね、飲み水が飲みたいかーという方はですね、残念ながらね、あのね、湧き水を飲んでいただくしかないですよね。はい、湧き水がね、あっちの方からね、テロ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 って流っているんでね、もう工場用排水とね、混ざっているものにもなりますから、自然のあの湧き水も空いているということで、その混ざったね、あのね、あの汚いお水とかいて、お水をぜひですね、あの皆さんに飲んでいただきたいというふうに思います。お水を飲ませるなー。さあ、ということで、なんか暗いなーというね、中途半端になかなか全部開かないんかい。全部開いてなかったけど、ギリ通れる。ようこそ、ネスト。光るー、こっちの方には進みまして、なんという安全設計なんだろうか。はい、で、まあ、待合室の方でね、あの、では患者の、間違えた、患者はおかしいな。はい、では受付番号482番の方、こちらへどうぞって、ゾンビにどん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 壊れていくという、その感じですね。アブララコポレーションということで、さあ、こちらの方になっていきましょう。はい、なんとかルームって書いてあったけど、見ることができませんでした。残念でした。よし、じゃあ、こっちの方でおねんにしておきましょう。せめてベッドのシーツを洗ってあげて、誰かが激しくプレイした後のシミがたくさんついている状況なんだけど、大丈夫かな。ここの中にさ、もしもあのウイルスの混ざった血がついていたとしたら、もう大変なことになるんだけどね。まあそんなことも気にしている状況ではないということで、まあ、これをね、パッとね、英語で全部読めるという方はね、はい、あの素晴らしい英語を探せばいいと思いますので、ぜひね、あの私にですね、あの英語の英会話の極意を教えていただけたらな、なんて無理を持ったりもしたりしたい。行ってくるわ、はい、ここで待っててくれる、まあ、日本語にもならない日本語ベラ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 と偉そうにね、すぐ戻るから、イチャイチャアハンアハン喋ってますけれども、まあ気のいいところまでね、あのなんとか予約来ることができましたんで、とりあえず研究所の紹介をまとめてやるっていうのは次回パートにお任せしまして、なぜか自動で扉が閉まった、怖い。はい、じゃあこの辺りでね、はい、相変わらず時間が全く進んでない10時32分か3分というところでございますね。はい、一体何が起ころうとしているのか、不安だらけでしかありませんが、次回から研究所内を皆さんと共に、回ってツアーガイドやっていきたいというふうに思います。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。あ、チャンネル登録ボタンもよろしくね。